皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は7つの滞在の11話でございます。そして実は1回は見てるんですよ。そのレコーディングがなぜか音声がなくて、なのでちょっと申し訳ないんですけど、まあ、ここら辺の右か左かに、俺の生リアクションの時の顔が出てくるみたいな感じで、そしてここが喋るっていう感じになります。ではでは、入っていきましょう。レッツゴー。ついに再集結した7つの滞在。最終決した7つの大罪。そういえばこれシーズン2が出てるんだよね。ってことはこの最初の12話って本当に序盤ですよね。この2人は天の最高のものと地位の最高のものにやられて、エリザベスとの出会いと別れに苦しむメリオダス、彼にとってこの呪いを断ち切ることこそが、断ち切って自分も犠牲にするっていうことですね。一行はカメロットを守る次元の歪みを解決するため、自分の死を望むみたいな、大虐殺の起きた都市ホランドへとたどり着く。そこで待ち受けていたのは実戒ゼルドリス、ゼルドリスですね。そしてこれだよね。この場所、この町は一体どこだと言っていたら、うちらのハーレークイーン、キングの母子に宿る魂、ヘルプラムっていう名前だっけ、が昔ここを騎士として、まあ、人間に化けてこの町を全滅させた。人間が憎い。なので人間が憎い、この町はあの男によって殺された。コランドっていう場所ね。目的地はコランド。これも因果というやつなのかな。因果っていうやつだ な、 突然いなくなる。お前が滅亡させたところ。それよりお祝いがまだだったよね、ハーレクイーン。お祝い？でっかい子ちゃんのことよかったね、おめでとう。いやちょっとね、かわいこちゃんじゃなくてディアーヌとええ関係になったからね。やっと生え始めた。お世辞にも立派とは言い難い。姉のこともお世辞にも立派と何が言いたいのさ。言い難いとはちょっとひどいね。君はずっと俺っちの親友ってことさ。そうか、今の言葉にそういう意味がある。めっちゃなんか皮肉ってるみたいな言い方なんだけどね。そしてこれはイギリスの地図なんだよね、いつもだけど。暗黒の悪魔の時代。せやで。その名も七つの大罪。おい、おい、今気づいた。画像なかったじゃん。やばいよもう。何このミスばっかじゃないですか。でもこれは決して取り直さないよ。Oh my god。まあちょっと俺のことね、本当に何だろうな、注意障害ってやつですね。頑張りましょう。頑張ろうや。いや、1回目の撮ってる時はあれ本当はなんで
音声は出てないんだろうなっていうのはわかるじゃないですか。しかしちゃんとビデオ出てないっていうのはなかなかね。 OK OK、 いやー頑張りましょう我ら。ありがとうございます、ご視聴。 OK、 こっからだよ。メリオダス対ベルドリスだが、本当にその本人で会っているのでしょうか。ミラージュではないでしょうか。キャメロットに侵入するすべての異物を通さない厄介な壁だ。厄介な壁は後回しにして、あれは本間のゼルドリスではないっていうことは100点承知。やっぱ幻覚か。罠だと知って切りかかってくるなんて、よほどゼルドリスに怒る心臓の。怒ってますね。メリオダス様、そしてこの男やすやすと罠に入るとはね、え、ほんまにってか思っちゃうんだよね。マジでこのメリオダスはそんな簡単にとか思うんだよね。だけどまあそうなんですよ。さらわれちゃったんですよ。そしてこのエスカノールってめっちゃ割れてるんだけど、なんでこのヒンチクリンって。それでまあヘルブラムが抹殺させたこの国に入る。大丈夫かな？大丈夫じゃねえぞ。ここに敵が現れることは 100% や。なぜかってこの町自体が罠だ。誰かに殺された人間の残骸だ。うかー、怖いね。怖いですね。エスカノール。そうなんですよ。ざっと戦隊も殺した。ほいで生き返っているじゃないですか。アンデッドじゃわい。バンの仲間でもあろうか。でもこの骸骨っていうのは面白くてね、本当だったら骸骨の間って後ろの後ろが見えるはずなんだけど、多分それは結構難しいから、このこことここの間とかをこれ全部黒にしてんだよね。だってゲンがすっごい大変だと思うよ、本当に後ろが見えたら。相変わらずマーレンがなかなか強いことでありんす。まあチョリソストライクでも倒せるような相手だったら弱すぎるでしょう。だけど団長はここに閉じ込められておる。あなたのヘルブレイズは闇の力。ここでは闇の力はここから出せない。光がいると。死ぬたびに魔人王様に感情を奪われて復活するという呪いは本物なのね。らしいぞ。お前の表情はいつも気持ち悪いな。となんかエロいなと思ってたんだけど、全然エロくなかった。すごいくだらんかった。あの骸骨になってるんだよね。
今の怒りは骸骨を作っている。ちょっとおかがめしいぞお前。3日間もこのメリオダスを閉じ込められてると思ってるお前がやばい。まあそうだが、そして強くなっていく。しかし我らの七つの大罪も負けてられんぞ。まあバン以外はね、バンとポルコちゃんが今弱いね。バンとか以外はめっちゃ強くなってんだよね最近。レベルアップしてんねんけど、でもエスカノールって最初からクソ強いやんか。メルリン、マーリンは必ず強くて、ゴーセルはかなり強いって。あらららら。マーリンはまだまだ底知れん強さだよね。怨念っていうのは何だっていうの？この怨念はヘルブラムに殺された、殺されたから怨念を持っているってことは、ヘルブラムが悪いねんか。そしてクソでかい植物攻撃によって死ぬほどやられてるぞ。サンフラワー、光花、効果、光花って書いて効果って読むですか。ラッシュロック、線の読めへんわその感じ、難しいね。バンマ弱すぎるでしょ。でもスティールとかうまいんだよね。相手のものをパクれるっていう。来たぞ。エスカノールはもう最高ですね。余裕だと。そうだよ、お前が入れてる力がどんどん強くなるぞ。やおじゃねえよ、なめてるコマンデイェイェイェイ。なんだい、へへ。豚はお前しかいねえのか。お前しかいねえじゃん。そこでこいつがビューッと強くなるんだけど、そういうわけだ。今までの力が、最高の骸骨兄さんスケルトン君、いや、スケルトン君からスケルトン番長になりました。しかしこれは大丈夫でしょうか。壊れちゃうんじゃねえかと。団長力ありすぎて、このスケルトン団長番長が一瞬で負けることは目に見えている。ならばこの女の最後のカラクリは何や。顔が悪いぞ。顔がキモい。成敗完了。俺の前にはどんな怪物も雑魚同然よ。やはりでもまだ終わっちゃいねえ。弱え心を乗っ取る亡霊が上がっておる。
識集合体。ねえみんな、そしてこの中で一番メンタルが弱いのはこの殺してもいい？ディアンヌなんだよ。自分の深い怨念が弱点で、ディアンヌの意識が渦に飲まれた。渦に飲まれている。助けに行かないと。絶対にさせないわ。ちょっとエルフちゃん、エリザベスは覚醒してるからね、今だったら何でもできると。怖い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 、この暴れ女。どうやらただの催眠や洗脳状態とは様子が違うようだな。完全に洗脳されてる。エラスキラの魔力じゃない。虐殺された人々の怨念が取り付いているみたいなんだ。悪霊に取り憑かれている。おそらく怨念に物理的な攻撃も魔力も効き目はない。ヘルブラムが来る。全ては俺っちの責任だ。そうだよ、お前が150%悪い。まあディアノは弱いのは。今のディアンヌ相手に加減は許されぬ。ね。みんな待って。48,000の力は簡単に倒せまい。怨念なんかに飲まれちゃダメだ。君の心はもっと強いはずだ。早く下がるんだ。だけど今は怨念のによってやられてるからね。弱点がつき作れたんだ。夜や多少の荒療治は必要そうです。イスカヌール。あんまり暴れんといて。ディアンヌ死んでしまうよ。女性であることに免じて顔は避けてあげます。ちょっと誰でも顔を投げるのはダメだからな。男同士の戦いでも顔を狙うのはあんまり良くないで。兜がうまく直撃から守ってくれたみたい。だけどその兜は今からこの私の優しさを無視するとは。エスカノール。ぜひとも気の済むまで拳で語り合いましょう。オッケー、ベビー。違うんかい。キングの言う通りだ。ディアンヌを傷つける必要はない。俺が助ける。お前。インベージョン。あ、侵略しました。入り込んだぞ。ディアンヌ、どこにいる。しかし。あなたが入り込んだところで大丈夫なのだろうか。わかるだろう。頼むから答えてくれ。本当はキングが欲しいんだよね。そうだったんだよね。エリザベスを殺すことになったんだよね。まあね。かわいそうに心の傷につけ込まれたんだね。そういうことなんだよね。これが深い彼女の怨念であるっていうことですね。キングが待ってる。来るぞ。怨念野郎ども。うわあ、悪霊がやってきた。侵略できん。ミッションフェイル。おおってやられた。ナイスショット。ナイスショット。ピュン白天。お前クソやな、ほんまに。でも。外で何が起きている。気になるなら自力で脱出すれば。まあそうしようか。仲間のものだ。じゃあそうさせてもらおうじゃないかと。勝手にはさせない。勝手ってこんなこと。やめろ。そうだった、ここで自害をするって。そのスナッチってここじゃなくてここに当てたっていうことなんだかな。来た来たぜヘルブラム。
恨みを晴らすべき相手はこの俺っち。この俺っち。勝手な思い込みで罪のない君らを皆殺しにしたのはこのヘルブラムだ。俺が悪いと。お前はあの時の妖精。本当の怒りすべく相手はこの男だ。たくさん人を殺したのはこの男だ。この男だけで千人も殺すなんて、まあ自分だけではないよね。他にたくさんしもべはいたと思うが、しかもあの変な笑顔やで。こいつが憎いよ。こいつを殺せば怨念果たせると思っているね。ハーレクイーン、君の親友でいられてよかった。ヘルブラム、まあ、こうなるだろうなってヘルブラムは思ってたの。ちゃんと幸せにしてやれよ。自分の罪にちゃんと向き合わないといけないっていうことですね。で、地に落ちた。淀んだ気配が消失していく。いや、まだだ。満たされない精神が。まだ乗ってられてる。まだまだダメだったんだ。結局意味なかったんかい。と思いつつ、ここでエリザベスに聖杯。でこの時に思うんですけど、おいエリザベス、お前ちょっと早かったらヘルブラム死ぬ必要なかったじゃんとか、あと今見た？エリザベスの靴とタイツで色が違うやん。ファッションセンスやんそれ。前からそうか。でもわざわざ2つの違う色の靴とタイツを片方だけ履いて、その靴は、白で、足が白い方は黒の靴じゃないですか。彼女の中に白も黒も両方宿っているっていう意味なのでしょうか。かな？わかんないけど。パララプタプツパパララパタプタタ。そして皆様、ちょっと早めなんですけど、この11話をここで終わらして、もう12話に早速入って録画したいので、ここで皆さんにお別れなんですけど、12話ではまたすぐ現れますので、今回は普通のレコーディングでこんな感じではない。はい、ということなので皆様ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価や登録コメントの方を考えていただければと思います。そしてこれにて Until next time バイバイ。よろしくお願いします。リジェネレーション。ストップ。